マレーシアが独立を果たした9年後の1966年、マレーシアでインフラ・サービス事業をリードするエンジニアリング企業 UEM グループの前身となる会社が誕生しました。独立国家として歩み始めたばかりのマレーシアで、道路や橋、幹線道路が必要になった時、私たちは全力でインフラ整備に取り組みました。それが後の成長につながったのです。私たちは国土を横断する高速道路を作り、人々が暮らし成長するための土地やコミュニティも開発します。人々のつながりを深める橋や都市交通、空港も作ります。スポーツの発展のためにスタジアムも建設します。一人一人が健康でいられるように病院を作り、メンテナンスを行います。結果として友人や家族の絆が深まり、町が都市になり、都市がマレーシアの成長を象徴する証となりました。そして今日、私たちの事業はさらに拡大しています。世界の主要国で画期的なプロジェクトの立ち上げに際し、私たちの専門知識を共有しています。これらの素晴らしい実績は全て従業員のおかげであり、彼らが当社の成功を支え、明るい未来へと導いてくれています。それは両親や兄弟、友人たちの人生を豊かにする未来です。家族や友人とのつながりを保ち、ビジネスと経済の成長を促し、愛する者同士を結び、教育を促進させるために、私たちの意志は揺らぎません。世界中のコミュニティを豊かにし、絆を深めるために、質の高い生活、そのレベルをさらに引き上げていきます。今後50年はこの決意を胸に歩んでまいります。より良い未来のために人々を結ぶ UEM グループ。